こちらがチームウエストです。はい、もう USA のダンスからね始まりましたからね。マウリ・エブリ選手のこの歌唱力、はい、MVP ですよね今日の熱唱がありましたね。うまかったですよね、はい、歌もうまいしダンスもうまいしそしてプレーもうまいっていう、はい、対してね試合はガチンコでこの高田選手のスリーポイントがですね、もう最初に高田選手がランで走ったと思ったらですねその後はそうなんですよ渡嘉敷選手が来るんですよ、はい、この前の MVP の渡嘉敷がスリーポイントでのお返し、はいはい、いやもう本当にこういった選手がねスリーポイントを打ってくるってなったら日本のバスケット変わってきますよ ね、はい、高田なんかはリーグで1試合1本もスリー決めたいっていうのを話してましたけど、なるほど、もうなんていうんですか、アウトサイド非常に安定してますのでね、またその自分のこう引き出しが増えるっていうのは増えるなんていうか自分の攻める、攻め手が多くなるのでいいですよね。おっとこれが来ましたよ、あのマウリ違い、はいはい、姉妹でステファニー選手の方ね、で仕事をして帰るんですよね。しかもバスケットを決めてフリースローまで決めて帰ってますからねやることしっかりやるんですよね、はい、なんていうかこうスター性がある選手ですよね、なかなか出てすぐって出せないんですからね、はいはい、こちらも見事な左ドライブで、はい、入り込んでいきます、はい、早いですよね藤岡です。これをねやっぱコートサイドで見てるとね迫力があると思いますよ、はい、またこのポストアップが、はい、篠崎と高田、まあ、ミスマッチもありますけどだいぶ差が違いますね。そうですね、あの篠崎選手も非常に強い選手なんですけど、まあそしてこの高田半端ないって今日楽しませてくれた一つですよね、そして試合中ながらも吉田座り込むという、はい、そして油断をさせてスティールするという、はい、頭脳プレーですね、はい、このダンクに近いようなこのレイアップ JX エネオスコンビ、はい、ダンクも見てみたいもんですけど ね超える渡辺、はい、エブリン、そうですね、このスリーポイントもねしっかりディフェンス手を上げられてるんですけどね、ここでさすがシューターいろいろ仕込んできましたもんね、はい、これを全て発揮できたか、はい、インタビューの時に言ってましたけど、はい、あのエブリン選手ですね、パフォーマンスだけじゃなくてやっぱりバスケットもしっかりやろうというのが、ね、出てましたよね、うん、あこれはハーフタイム のライブのジンディーズのライブの様子ですね、はい、いやもう選手たちノリノリですね、本当に普段からジンディーズの皆さんのファンなんですよね、はいはい、そういうあの選手の皆さん結構いるんですよね、うん、そうなんですよ、本当に なんていうんですか、あの可愛らしい、はい、あのたな選手たちの顔じゃなくてファンの顔になっているのでそういったのを見られるのもオールスターの楽しみの一つですよね、いや高田選手がこうやって真ん中も切り裂くし、はい、スリーポイントも打つしと中外と活躍してくれました、はい、ウエスト止まらないですよね、この本川選手も、はい、戻る前にね、イーストが戻る前にしっかり決めましたからね、ナイスドライブでした、もう終始ウエストがリードしていました、はい、こういうところで決めてくるのは吉田選手さすがですよね、スター性あります、はい、藤岡、そして最後は、はい、高田詩織ですね、はいはい、この選手もねあのスリーポイントのチャレンジは多分山本選手の代わりだったんですよ ね、それで持っていくってやっぱ今日はあの持ってましたよね、運をね、うん、彼女はね、そう、山本千夏選手がまあ残念ながら怪我で出られなかったんですけれども、まあ、富士通の連覇がかかってるっていうこと で、はいはい、で3連覇ちゃんと守って保持してくれたんですよね、あなるほど、はい、なるほど、そうですね、でも富士通はリーグでもね確率高いですからね、こちらもウエストがランニングプレーしたらイーストもね負けじとランニングプレーで見せてくれますね、はい、宮澤でした、このドライブやっぱ日本人だと止めるのが難しいですよね、高敷と桜のマッチアップ、はい、この身長でですねやっぱり、うん、あの右も左もいけますし高さもあります、あとこれはもうちょっとしたはい、ボールはこの喜びの高田です、そうですねアウトって今言われてましたよ吉田選手、でもねしっかりねミスしてもこうやってねスリーポイントで返しますからね、そうでした、はい、はい、取り返します、本川と吉田、はい、この2人のマッチアップはリーグ戦でもね非常にバチバチしてるんですけど、今日もね見られましたよね、でも2人とも笑顔なのがリーグ戦との違いですよね、うん、三好です、はい、これは最後のブザーピーターですね、さすが3で終えてくれるっていう感じですよね、はい、そして勝利を収めたのがウエスト、得点は97対87ということで、まあ、これまで4大会ありましたけれども
2対2のイーブンにしました。さあ永田さん、はい、まあ、MVP にはこの馬瓜エブリン選手が選ばれましたし、はいはい、今日はこの長岡萌子選手の25歳の誕生日もありました。さまざまなことありましたね。はい、はい、そうですね。私今気づいたんですけど25歳の誕生日ですよね。あの久手堅選手番号が25なんですよね、背番号が。だから多分久手堅が渡したのかなと思って。永田さんそれちょっと考えすぎじゃないですか。いやいや絶対そうだって私今度聞いとくから。本当ですね、うんうん、じゃあこれちょっと次回の放送か、またはちょっとバスケットライブ の、はい、あのツイッターかなんかで、うん、あの 確認しておきますのでよろしくお願いします、はい、だとしたらすごいですけどね。はい、絶対そういうとこ仕込むタイプですよ。そこまで仕込んでくるかウエストっていう感じですが、はい、そうですね。さあウエストが勝ったこの97対87のこのオールスターいかがでしたか。いやもう一言で言うとね、楽しかった。とにかく楽しかったですね、はい、本当に楽しませてくれました。バスケットライブ。